のところへ行ってみようぜ。君たちか。ちょうど探しに行こうとしてた。あれ、ティナリがなんでここにいるんだ。コレイは？コレイの様子を見に来たんだ。簡単に言えば病気になった。病気？まさか。あ、ひょっとして昨日のオイラのせいなのか。心配しなくていい。おちびちゃんがここまで深刻な事態を引き起こすことはできないよ。これはコレイの持病なんだ。まあ実を言えば、確かに君たちが来たこの数日、コレイは興奮しすぎて自分の体の状況に気づかなかったっていうのもあるけどね。無理もない。何しろコレイはもう長いこと友達に会っていなかったんだ。場所を変えようか。彼女は薬を飲んで寝たばかりだから、静かに休ませてあげないと。さっきの話の続きをしよう。実は君がいわゆるモンドの栄誉騎士だってことは、さっきコレイが話してくれた。リーユエと稲妻での正義感ある行動についてもちょっとは知ってる。でも先に言っておくけど、コレイに関することを君たちに教えるのは君たちの身分や経験とは全く関係ない。理由は一つ、コレイに頼まれたから。正直言うと、コレイの過去を君たちに教えるのには賛成できないけど、コレイ曰く君たちが友達として誠実に接してくれたから、コレイも同じように君たちに接するべきなんだってさ。ティナリ、コレイは何の病気にかかってるんだ。